カール・ウォーズ、カール・リチャード・ウーズはアメリカ合衆国の微生物学者。1977年に6回、説、1990年に3度メイン説という、生物の分類体系を提唱したことで有名である。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の教授を務めた。アマースト大学で数学と物理学を学んだ後、エール大学で微生物学に転校する。ルナによる、 系統学の分岐図リボソーム RNA による生物分類学の先駆者であり、1977年に RNA ワールド仮説を考案している。彼は遺伝子の類似点から生物を23の門に分け分岐図を描き、細菌、古細菌、真核生物の3つを比べ、古細菌は細菌でも真核生物でもないと考えた。それまでは生物の分類には、 形態などの物理的分類、代謝などの科学的分類が主であり、遺伝子による分類は、生物学、細菌学では用いられておらず、旧来の方法とは全く異なる新しい手法であった。この理論は、サルバドール・エドワード・ルリア、エルンスト・マイヤーラに代表される、生物学者たちから激しい反発を招き、需要に時間を要した。 1992年に微生物学の最高栄誉であるレーウェンフックメダルを受賞。2000年にはアメリカ学会の栄誉であるアメリカ国家科学賞を授与された。2003年にクラフォード賞を受賞し、2006年にはロンドン王立協会の国外メンバーに選出された。ピリコッカス防生、メタノーブリビーバクテリウム防生、コネクサバクター防生などの微生物は彼に 懸命されたものである。2012年12月30日、イリノイ州アーバナの自宅で死去。84細胞ツ。新しい総称治療、地中生命の脅威秘められた自然史。2018年10月13日閲覧。ビジョナリー UI バイオロジストカール・オーズ。84? diesnews-gazette.com2012 年12月31日閲覧。ありがとうございます。